大吉システム株式会社は焼き鳥大吉の店舗名で焼き鳥店を全国展開する企業。本社は大阪市中央区南千葉チェーン店はどの店舗も10坪程度の比較的小さい面積による店舗を特徴とする。店舗の内装に鉄道の枕木を再利用しているのも特徴。サントリーと提携しているため提供される飲み物は日本酒以外は サントリーの製品である。仕入れや一部のメニュー構成、焼き鳥のタレ作りなどを店主に委ねており、合わせてロイヤリティを固定とすることで店主の独立を促す形でのチェーン展開を行っている。また、本部が圧線する店舗物件も、駅前などの一等地を酒住宅地などの競合店舗の少ない場所の路面店として、固定客のニーズを捕まえやすくすることで、 店舗規模と相まって比較的長期に店舗運営ができる仕組みを導入しており、流行りすたりの激しい飲食業界にありながら、8割の店主が10年以上店舗を運営しているという。一方で、フランチャイズ構想は否定している。1998年に神戸市垂水区で開店した焼き鳥大吉の店舗について、匂いで快適な生活が侵害されたとして、 近隣の住民が店主と本部を相手取り、匂い対策と損害賠償を求める裁判が行われた。一審の神戸地方裁判所は、周期は受人限度を優に超えるとして、原告勝訴の判決を言い渡したが、二審の大阪高等裁判所では、原告が匂いを特にひどく感じるのも風の弱い時などに限られ、匂いが受人限度を超えると認められないとして、 原告敗訴の判決を下した。AB 大吉システム株式会社第44期決算広告、上沼裕樹。山手線内側に、居酒屋チェーン店、焼き鳥大吉がない不思議、ホーブス、2020年7月19日閲覧。判決平成13年10月19日、神戸地方裁判所、平成11年第1523号周期。 対策請求事件判例検索システムより、匂いは、受人限度内焼き鳥訴訟で、住民逆転敗訴47ニュース2002年11月15日付。ありがとうございます。